おそ松さんのへそくりウォーズミートの攻防。どうもハニチバは高丸かまるです。さあ新星4シリーズテレビアニメ人狼が登場。ツイッターでもねなんか投票があったんだけど人狼が1位だったんだよね。特徴がボスに対する攻撃力が究極に高い。このスキルを持ったキャラがやられた時ザニーとかそこそこ溜まる。 HP と攻撃力がかなり高いと。不幸返済持ちかカラマツ、やっぱ骨になるんだ。このね企んでる顔のチョロマツ好きなんだよな。更新内容がテレビアニメ人狼が配信されるステップアップガチャの開催。新キャラクターガチャでもテレビアニメ人狼がゲットできるチャンスがあると。10連1回無料ガチャも、へえ。まあなかなか出ないけどね。でお縛り大作戦のテレビアニメ人狼の開催。使用可能なのがテレビアニメの人狼、和風スチームパンク人狼です。スチームパンクで星さんのベルボーイと新春、これ多分闇カートだな。あと騎士シリーズが配出される配出つか登場する復刻イベントが開催と。ダイヤ購入キャンペーンでコインと限界コエルがもらえると。あとさらにねいよいよ満を持して星4シリーズでおむすびが登場。きたー。3種類あんだな。おむすび、シェイ、トドコへの攻撃力が究極に高い。一度により多くの敵に攻撃を行う。HP と攻撃力がすっごく高い。まあトドコちゃんにはね結構似てんだったりうんこだったり言ってたもんな。あとキレのないシェイの特徴がトドコへの攻撃力が究極に高い。敵陣地に対する攻撃力が究極ん超絶か超絶高い。 HP と攻撃力がすっごく高い。あと充電中は特定のキャラ能力をアップさせる。そこそこ吹っ飛ばされにくい。 HP と攻撃力がすっごく高いと。へえ、やっと来たか、おむすび。いつ来んのかなってその楽しみにしてたんだよね。まあ他にもいろいろあるんだけど、とりあえずガチャ引いてくか。とりあえず、まあ1回無料のやつやるか、おむすびとアニメ人狼のやつ。じゃまずはアニメ人狼。配出されるのはこんな感じ。持ってないのはもちろんアニメ人狼のみ。排出率は、なごみ探偵人気エピソードニートの国、北欧神話が 0.75%、 テレビアニメの人狼が 0.05%、 吉永さんが 0.02%。 まあ無料だしね、来てくれたら嬉しいってところだな。せーの、あれ俺アニメ人狼の特徴言ったっけ。あ、言ったな。不幸返済持ちって言ってたもんな。さあ演出はなしと。一体だけか。この十始末はなんだ。お、なごみ探偵の鑑識か。鑑識の十始末俺好きなんだよね。まともな感じ。てか今期の十始末って基本的にまともだよね。その十始末も好き。じゃあ次はこちら、10連1回無料のおむすび。配出するのはこんな感じ。おむすび地上か。排出率が、独り立ち、覚醒魔法少女、レインコート、紅茶が 0.75%、おむすびが 0.05%、吉野相手が 0.02%。よし、じゃあ行くか。俺やっぱりシェイが欲しいかな。最終回じゃない、最終回じゃないや、まだ終わってないや。激アツ演出、ここで来てくれるか。いや、12話のさ、最後のオチ？タイミングぴったりのシェイとおむすびにお互い喧嘩してるところとかさ、吐きて見たとき泣きそうになった。あーもうこれおむすび出てこないね。むつごじゃなかったら黒になるんだけど、黒じゃない時点でもうおむすびは出てこないね。トドマツは覚醒魔法少女、カナマツ1体目は覚醒魔法少女、十四マツは紅茶、カナマツ2体目は紅茶。やっぱ出ないやな。そう、12話の最後のオチ、タイミングぴったりのシェイと喧嘩してるおむすびがめちゃくちゃ好きなんだよね。あそこ何回も見てる。初めて見た時も泣きそうになったしね。さてと、優勝ダイヤ行ってみようか。アニメ人狼冬キャンプクトゥルフミニでおむすびと。
まずはこっちかな、アニメ人狼ステップ1、排出キャラはこんな感じ。持ってないのがなごみ探偵人気、持ってないのじゃないや、排出率がなごみ探偵人気エピソード2との国、国王神話が 0.2%、 アニメ人狼が 0.01%、 ヤシナイタが 0.02%。 一応不公返済持ちとなるとお粗末あたりがいいんだろうな。でもボスに対する攻撃力が高いんだったらとどまつとかもありなんだけど、さあ誰が来てくれるんだろうな。ステップ1、なんかカラマツのも初めのモーション、なごみ探偵とそんな変わってない、目が違うだけじゃん。市松だけか、星4は。さあって市松は何が来てくれた。ニートの国、ニートの国か、いいね。ステップ2、排出率がなごみ探偵人気エピソード、ニートの国が 0.71%、 国王神話が 0.72%、 アニメ人狼が 0.01%、 ヤシナイタが 0.02%。さあ2が星4にて確定だから、ここら辺で激アツ演出が来てくれるといいんだけどな。来ないな。カラマツ一応全員来てるんだよな。3体か、獣子松1体目とか1体か、鑑識市松は、ニートの国とど松は、なごみ探偵警部補か。ここステップ3で1体確定、排出キャラも増えるよ。排出率が着物が 2.73%、 スイーツ夏祭りデート服ギリシャ神話が 2.72%、 なごみ探偵人気エピソードニートの国、北欧神話が 0.75%、 アニメ人狼が 0.05%、 ヤシナイタが 0.04%。 この待機モーションの重始末いいな。よし行くか、ステップ3。誰が来てくれるかな。よいしょ、星4確定だから、この激アツ演出も確定。スキープ、あ、おそ松が来てくれた、いいね。不幸返済とは相性がいいぞ。ボスに対する攻撃力が究極に高い、このスキルを持ったキャラがやれた時ザニートがそこそこ溜まる、 HP と攻撃力がかなり高いと。現在ポイントアップのスキル持ち。さあ次はこちら、おむすびのステップアップガチャやるか。排出率が一人立ち、覚醒魔法少女、レインコート、紅茶が 0.2%、 おむすびが 0.01%、 ヤシナイタが 0.02%。 トトコちゃんに対する攻撃力が高いシェイケア欲しいな。ステップ1で激アツ演出。でもこれ来てないね。星4で3、ステップ1で3体か。レインコート、お、最大限界突破1対1松。トドマツに1体目レインコート、2体目は紅茶。なるほど。ステップ2、排出率が一人立ち、覚醒魔法少女、レインコートが 0.71%、 紅茶が 0.72%、 おむすび 0.01%、 ヤシナイタが 0.02%。 よし、10連中もな。ちょっとさっき見たんだけど、3つ語それぞれのなんか攻撃力 HP が高くなるっていうスキル持ってたんだけど、まあ来ないね。一応4体来てんだけどな。カラマツ1体目、レインコート、市松1体目、紅茶、市松2体目、独り立ち、カラマツ2体目、レインコート。もう少しで最大で限界突破いくな。さあ、ここにおむすび1体確定。排出率が、着物が 2.73%、 スイーツ夏祭りデート服ギリシャ神話が 2.72%、 独り立ち、覚醒魔法少女、レインコートが、あと紅茶か、
それが 0.05%、 おむすびが 0.05%、 ヤシナイタが 0.04%、 1.75 と 0.04 か。さあおむすびは誰が来てくれるんだ。よっしょ、まあね、今回はムツゴじゃないから、黒ってのは確定だから、ここら辺はカットしないでいいか。カットですか、スキップか。やっぱ黒だよね。市松が来てないのか。まずはから松、着物、とど松1体目、夏祭り、とど松2体目、覚醒魔法少女、おそ松、紅茶、ちょろ松1体目、デート服、ちょろ松2体目、デート服、十四松、一人立ち、ちょろ松3体目、スイーツ、とど松3体目、夏祭り。さあ最後おむすびは誰が来てくれた。鮭の蹂躙中か。なるほど。特徴は特定のキャラ能力をアップさせる、そこそこ吹っ飛ばされにくい、 HP と攻撃力がすっごく高い。チーム内のおそ松、から松、ちょろ松の攻撃力がそこそこアップする。チーム内のおむすびの攻撃力がかなりアップする。まあまあまあ、500AP 高っ。なんかステップアップガチャのおむすび、ステップ3まで回せるらしいんで、あと1周しよっかな。まあ、排出率はさっき見せたからいっか。ステップ1来てくれるかな。これは無理か。スキップしちゃっていいかな。来てくれたのは、一人立ちの十四松。ステップ2。よっしょ。さて、これは激アツ演出が来てくれるといいんだけど、来ないか。スキップ。レインコートとどまつと、覚醒魔法少女一松。さあ、ステップ3、一気に行くよ。せーの。まあ、ステップ3で最後だから、ここら辺はちょっと、スキップなしで行くか。よいしょ。ちょろ松は来てないのか。まずは、おそ松一体目。着物。とど松一体目。とど松多いな。着物。十四松一体目。着物。おそ松二体目。着物。とど松二体目。レインコート。十四松二体目。デート服。とど松3体目。覚醒魔法少女。松4体目。プロディーテ。から松。デート服。さあ、最後、おむすび枠。誰が来てくれた？お！鮭のシェーカー。いいね。梅は来ないのか。まあいいや。トトコ攻撃力が究極に高い。一度により多くの敵に攻撃を行う。HP 攻撃力がすっごく高い。これは強いぞ。まあ、トトコちゃんの攻撃距離は長いからな。おむすびがどれぐらいの攻撃距離なのかちょっとわかんないんだよな、まだ。ポイントアップのスキル持ちです。期間限定で。さあ、次は性能チェックだ。鮭の蹂躙中と鮭のシェー。梅は出てこなかったんだけどね。一応、このおむすびのね、特徴としてはバランスのいいマルチタイプ。HP が高く、打たれ強く、少し離れた時にも攻撃できる双子の AI ロボットと。ちなみにこれ、梅もね、同じ表記なんだけど、これは、どうなんだろうな。まず、充電中が、特定のキャラ能力をアップさせる、そこそこ吹っ飛ばされにくい、HP と攻撃力がすっごく高い。で、シェーが、トトコへの攻撃力が究極に高い、一度により多くの敵に攻撃を行う、HP と攻撃力がすっごく高いと。シェーのこの、より多くの敵に攻撃を行うっていうのは、多分2体なんだろうな。複数攻撃になるやつは、より多くとか、たくさんの敵にとかになるんだけど、より多くは確かプラス1体で、たくさんの敵の場合はプラス2体だったかな。で、一応、このおむすびとしての特徴で、なんか複数の敵に攻撃ができるとは書いてないから、実際は単発攻撃。で、シェーの特徴によって、プラス1体で複数攻撃になるってわけだな。で、他には、攻撃距離とか、あと足の速さとかを見て、市松、とど松、で、とどこちゃん、で、おそ松とから松を入れたってことかな。あ、でもこのおそ松はあれか、対空タイプだから、通常、地上のやつよりもちょっと足遅いんだよな。
じゃあこれかラグランパーカーの粗末入れよう。じゃあこれでちょっと見ていくんだけど、場所はまあどこだってもいいか、いやここよりもここか、プッツン火山、ジュラ紀のプッツン火山で必要なのは AP 最高で、オートモードはなしでいっか。ちなみにアトラクションは空中の敵を倒せるように対空タイプとお粗末の攻撃力がそこそこ増えるアトラクションを入れてます。じゃあこれでちょっと見ていこっかな。おむすびがね、500AP ってかなり高いもんな。ただでさえトドマツの 430AP が高いと思ってんのに。じゃあまずはお粗末から松出して、で一松でおむすびはどれぐらいだ。あー地上のオソマツよりも若干足が速いのか。でトドマツで、トドマツよりも足が遅い。なるほどなるほど。で空中はこれで一発で倒せるか。お倒せる、いいね。で今誰攻撃した、今誰攻撃したよ。トドマツがそこを攻撃。あーなるほど。トドマツとおむすびが同じような攻撃距離か。うん、なかなかいいんじゃない?足の速さは地上のオソマツよりも速くて、地上のトドマツよりも遅い。で、攻撃距離がトドマツと大体同じってところか。なるほどね。さあ場所をちょっと変えて、エジプトのフグ王のピラミッド、ここでおむすびの攻撃とかどれぐらいなのかちょっと確認してみよう。敵陣地のね、さーて敵陣地は 59,826、 これをおむすびがどれぐらいの攻撃を与えられるのかちょっと見てみようかな。一応空中はいるけど、お粗末で倒せるから、お粗末、まあそれに空中足遅いから、お粗末はまだ出さなくていいかな。あんまり早く出しすぎるとお粗末もね敵陣地に近づいちゃうから。さあこれで攻撃してんのか10連中一応ね10連中もシェイも敵陣地に対する攻撃力は変わんないみたいだから、10連中だけで分かんな。59,826 からどれぐらいなのか、そろそろお粗末出すか。あーなるほど、 23,800 ぐらいか。なかなか強いんじゃない、おむすび。これは確かにこれ1体だけだね。10連中はやっぱり1体か。シェーだとより多くの敵に攻撃を行うだから2体の攻撃ってことになるんだな。これはめっちゃ舐められてる、めっちゃおむすび舐められてんだけど。でこれで終わりと。なるほどね、これはなかなか敵陣地に対する攻撃も強いんじゃないか、おむすび。さあ次は耐久力だ。耐久力といえばこのカラマツだよな。おむすび、まあ、10年中もシェーも耐久力に関しては HP と攻撃力がすごく高いと同じなんだよね。ただ充電中に関してはそこそこ吹っ飛ばされにくいってなってるんだよな。そう考えるとシェイの方が比べやすいのかな。でちなみにちゃんと同じように比較するためにカラマツも HP がすごく高い松犬にしてます。じゃあこれでちょっと見てみるか。さあ次は耐久力、まずはカラマツだ。カラマツは嫌味を超えてどれぐらい耐える、1回2回で終わり。でシェーのおむすびは1回2回で終わりで、10連中は1回2回。あーなるほどね、耐久力はカラマツとほぼ同じなんだな。はい、その後いろいろ調べてみたんだけど、まとめとしてまずは攻撃力というか、まあ敵陣地に対する攻撃力、まず仏語の中で攻撃が高いと言われている一松とトドマツそれぞれのやつ比較するんだけど、一松の場合は9323ダメージ大体で、そのトドマツが19452
で、それに対しておむすびの敵陣地に対する攻撃が23,808 っていうね、まさかのトドマツを超えるという攻撃力。もちろんみんな攻撃面に関しては攻撃力がすっごく高いっていうシリーズを統一してるんだけど、それでもおむすびの方が高いって強えな。で、移動速度は地上タイプのおそ松、通常の速さのおそ松よりもちょっと速く、地上タイプのちょっと速いおそ松、まあスクール松とかそういうちょっと速いおそ松よりも遅いっていう感じかな。で、攻撃距離はだいたいトドマツと同じで、耐久力もカラマツと同じぐらいで、待機速度なんだけど、まあ一度出撃した後にチャージするじゃん AP、 それをで、その待機時間が、まあ、ムツゴンの中で早い順だとおそ松で、カラマツと重始松が同じぐらいで、その後トド松、チョロ松、一松ってなるんだけど、だいたい一松よりも少し早いって程度だから、待機速度はそんなに早いわけじゃないんだよね、むしろ遅い感じで、攻撃速度はだいたいおそ松と同じぐらいなのかな。おそ松自体がそんなに、ムツゴでも真ん中あたりか、一番早いのが重始松でチョロ松で、そっからおそからとか言ってるから、攻撃速度はまあまあなところか。そう考えると本当にバランスのいいマルチタイプっていう言葉に合ってるね、おむすびは。ただ AP が高いのかな、まあ他が大体優秀だからね。いやー、おむすびこの先活躍できるといいんだけどな。というわけで、今回手に入れたこのおそ松のアニメ人狼と、おむすびの充電中とシェイの鮭、この3体の図鑑を見て終わりたいと思います。おそ松テレビアニメ人狼、テレビアニメのエピソード人狼のおそ松、村人の格好をしているが、その正体はなごみ探偵だ。謎を解いたことは一度もなく、殺人現場のピリピリした空気を和ませるのが役目である。まずこの待機モーションがね、なんか企んでる感じなんだけど、でこっちはなんか普通を装ってるみたいな。で、決め台詞のこのポーズからのチンゲを持って追いかけ回してるとこね。ボイス出撃と攻撃ボイスがなし、死亡がレアボイス。鮭、充電中、双子の AI ロボット、おむすびの鮭。電池が切れそうになると、家のコンセントから充電する。電気代バカになんないだろうな。ここ歩いて、充電。で、目を覚ます。特になんか、エフェクトがあるわけ、エフェクトっつうかなんか、当たったっていう表現を表すものもないんだよね。ただ目覚ましてるだけ。飛びもなんか無気力な感じ。ボイスなーし。鮭、シェイ、双子の AI ロボット、おむすびの鮭。一度は再会を果たしたムツゴに捨てられた時、シングラリティを迎え、ニート AI として生きていくためのアルゴリズムの形成に成功。今までで最高のシェイをする。これね、はっってなって、シェイいいね、いいシェイだ。で、無気力のやられ。ボイスなーし。